写真家の谷川康です。前回のニコンのオンラインセミナーから約1年が経ちまして、どこで何をしたかというと、黙って各地で黙殺をしてました。で、Z7-2 と Z9 という12月に登場した機種をもちまして、今回は新たな作品をお見せできればと思っています。で、まずは自己紹介なんですけど、どこで生まれて、なんで大阪弁がそんな流暢で、大学時代何をしていたかとか、サラリーマン時代どういう仕事をしていたかとか、なんでカナダに行ったかとか、写真家にどうやってなったっていうのは、そういう自己紹介、Google 検索をこう調べていただきますと、どっかに出てくると思いますんで、そちらを参考にしていただいて、今回は映像をお見せする場ですから、自分が現在拠点にしておるカナダユーコン州の映像を少しお見せしながら、どういう生活をしているかっていうのをちらっとご紹介したいと思います。カナダに来て23年、極地で暮らして22年、キャンピングカー生活17年してます。このキャンピングカー、通称キャンパーで夏は生活してますが、コロナであろうがなかろうが、毎日一人で孤独に黙食です。電気はバッテリー駆動で、車が走れば充電されるんですけど、停滞するときとかはソーラーパワーを使ったり、またこういう発電機です。ガソリンで動く発電機があって、火力発電機です。ジェネレーターで2000ワットぐらいまで発電できるものを使用しています。暖房や温水はプロパンを使っているんですけど、節約したいときは薪を割って一人で黙って孤独に焚き火をして冷めた懐を温めております。長い冬が終わると5月に一気に雪とか氷が溶けてきて、同時に冬眠明けの熊と遭遇する確率が一番高いのがこの5月です。5月の後半から6月になると新緑の見頃になります。また日本でいうと高山植物も6月から4月頃にかけて一気に咲き乱れてきます。カヌーで有名な全長3200キロあるタイガのユーコン川も6月には完全に氷が溶けまして、カヌーでアラスカまで行くことができます。アメリカの国鳥白頭鷲が夏はユーコン川沿いで巣を作って生活してまして、でまた雪が降る9月から10月ぐらいになるとアラスカへ戻ってきます。6月から7月は白夜でして、夜12時頃やっと夕焼けになるんです。夜中2時半にはまた朝焼けになって、この期間は星のオーロラが見えない白夜の時期になります。8月下旬頃から一気に紅葉が始まるので、キャンパーから1歩ぐらい、いや10歩ぐらい出れば黙殺できるようなところに泊めまして、生活というか仕事をしています。8月下旬頃になりますと夜10時頃に暗くなっていくので、オーロラを黙殺する準備中に撮った1枚です。そしてこの拠点からですね、ツンドラの上を徒歩で約500歩ぐらい行くと湖というか池があるので、こういうところが職場となって、ひたすらオーロラを待ち続けて黙殺して皆さんにお見せするというのが現在の仕事になります。今回どういう内容をお話ししていくか簡単に説明させていただきますと、まずはアイスランドの絶景です。スマホでは撮れないという Z の世界を第三元のレンズを使用してお見せしたいと思います。続きまして国内の景色を Z7-2 と最新型の Z9 で Z レンズを全て装着しまして黙殺してきましたので、Z9 の風景撮影に役立つポイントですとか、Z24-120F4S の、使ってみた感想なども映像を交えながらお話しできればと思っています。
国内の風景はですね、登場するレンズが記載の通り大三元プラス新型レンズ Z20-120mm F4 です。それから 50mmF1.8S という単焦点で、それに ZTC2倍というテレコンバーターですね。こちらも作例をお見せします。最後はですね、カナダユーコン準州という現在の僕自身の拠点になる場所なんですけど、こちらをですね Z7-2 と Z レンズで目撮してますので、静止画とかあとタイムラプス、こちらの映像作品を少しお見せしたいと思います。以上、大まかに分けると3つのテーマで今回進めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。アイスランドは9月半ばから10月半ばぐらいまで簡易的なキャンピングカータイプの四輪駆動車を借りまして35日ほど目撮をしてきました。アイスランドっていうとなんか寒いイメージの国かと思われるんですけど、実は火山があったり地熱、滝、氷河、海の海岸線ですね、海岸線、間欠泉、オーロを見ることができる北海道ぐらいの小さな島なんです。ところが被写体が非常に豊富に揃った場所になるので、 Z7-2 で 4K60fps で撮った映像と、あとオーラのタイムラプスでスマホとは一味違う静止画を撮ってまいりましたので、ご覧いただきたいと思います。
この滝をバックにオーロラを撮るっていうのが今回のアイスランドの旅のハイライトの一つなんですけど、まず日中どこで撮影しようかっていう場所を考えておくんです。例えばこの北緯何度の地点で何時頃にどこの方向に出てくるかっていうのを予測しておきます。じゃないと滝の正面に出てくれればいいですけど、背後に出てきてしまうといい絵にならないので、そこは過去20年間オーロラを見てきた経験とか、各地グリーンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、ロシア、フィンランドに撮りに行った経験から、アイスランドのこの場所だとどなたに出てくるっていう予測を立てます。で、選んだのがこの赤く囲ってあるところなんですけど、こちらからだと滝の上に出てくるんじゃないかと思って、対岸に移動します。この映像に出てくる場所なんですけど、ここで背後に出てくるオーロラが撮れればいいかなと思ったんです。レンズに水がかぶるだけなら撮れますけど、レンズの前玉に水がかかるとその水玉が映ってしまいますので、水しぶきがかからないような場所で撮影しようと昼間のうちに下見をしておきます。そして1時間から2時間ぐらい待ったところ、オーロラが出てきましたので、タイムラプス映像を制作したのがこちらの映像です。もっと世界で一番綺麗な 8K オーロラ映像などをご覧になりたい方は、概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひ見てください。合計 3,4 時間撮影してますと、さすがに水しぶきをかぶっておりました。ところが Z1424F2.8S というレンズはですね、この図の黄色い箇所に全てに防塵防滴処理がされてあるんです。ですから雨水をかぶったり、滝の水しぶきをかぶったり、さらにシャワーをかぶっても大丈夫な防滴性能が施してありますので、そこはご心配なく撮っていただけるところだと思います。次はですね、国内の夜、Z7-2 と Z9、 それからレンズは Z1424F2.8S と Z24120F4S というこの2本を持ちまして、ちょろちょろっと目撮をしてきましたので、映像としてはちょろっとお見せしたいと思います。Z9 はですね、これから夏に向けて花火大会が本格的に始まる前に、今年1月に10分とか15分ぐらいだけで上がる花火っていうのがありましたので、そこを 8K 動画でどれほど映るのかというのも撮影してまいりましたので、お見せしたいと思います。
こちらの映像を見ていただきまして、夜撮影する方ならこのレンズがまずすごいっていうのにお気づきになりましたかね。どういうところがっていうと、特に広角レンズとか、あとズームレンズ、これで夜のライトアップとか、光源ですね、街灯のこう光とかをこう画面に入れて撮りますと、例えばフレアっていう状態で光源の周りをこうぼやっとした光が出てくるとか、あとゴーストっていう光源があると画面の対角線上にこう映って欲しくないような水玉模様みたいなのがレンズの特性によって出てきたりするんです。ところが、こちらの映像をご覧いただく限り、まず写真で光源入ってる写真がありますけど、フレアとゴースト出てないですよね、どちらにも。でそれから写真だと、もしかしたらこれフォトショップとかで消してるんじゃないかと思われるかもしれませんが、次に動画で、街を歩いていく動画をお見せしましたけど、歩いてこう動画を撮ってますと光源がこう入ってくるわけです。見る左から。それをですね、一つ一つフレアとかゴーストを消していくっていうのは至難の業ですので、そういうことを全くせずに、これは ZQ の N ログっていう撮影方式で撮影してますけど、まあ、レンズが性能がいいので全くどちらも出ていないのが分かりかと思います。次に花火なんですけど、花火はスマホでも静止画動画撮れます。スマホですと色が白飛びしてしまって、花火の本来の色っていうのは出なかったりするんですよね。ところが ZQ で N ログ撮影でレンズがズームレンズをつけて撮影してますけども、で白飛びすることなく、もうカラフルに花火の色そのまんま映り込んでますので、これは今年の夏もし花火大会開催されれば、ぜひ ZQ で花火を撮ってみたくなった方多いんじゃないでしょうかね。で次は、紅葉の一本の木を映像でぐるっと回って撮ってみるんですけど、下に光源が右から左にこう動いてくるんですけど、フレアもゴーストも全く出てないです。広角だろうと標準のズームだろうと、どちらにしてもフレアとゴーストが全く出ていないので、静止画だけじゃなくて動画撮影にも十分綺麗に撮れるレンズだと思います。そして最後竹やぶですね。竹やぶのライトアップを抜けていきまして、最後は静止画で、10分の1秒っていうシャッタースピードで撮影するんですけど、このですね、竹やぶを上向いて撮った写真、これはですね、この腕がいいんではなくてこのカメラがいいんですよ。Z ボディに Z1424F2.8S っていうのをつけて、この竹やぶの場所へ行って真上向けば誰でも撮れます。実は京都って三脚立てたらダメなところが多いんですよね。なので D850 とか D シリーズを使っている時に京都のライトアップなんて撮影考えたことなかったんですよ。まあ、三脚ないと10分の1なんて撮れない世界なので、撮影するの諦めてました。ところがこの3年で Z シリーズが充実しまして、 Z シリーズでレンズとこのボディ両方をつけますと約5段分の手ブレ補正効果があると言われているんですね。そうするとこの10分の1秒のシャッタースピードがどれほどに換算されるかというと、10分の1秒から20分の1、40分の1、80分の1、160分の1、320分の1秒程度で撮ったのと変わらないぐらいの効果があると言われています。ということは夜のライトアップの撮影で Z シリーズであれば三脚持ち込みダメなところでも撮影が可能ということです。おまけに動画撮影での描写力も高いということを考えれば、これからの時期ですと夜の桜のライトアップですとか Z シリーズを持って撮影に出たくなるんじゃないでしょうか。カナダ極地に住んでオーロラを見てから写真を始めましたんで、
真っ暗のところでそれの広角レンズで撮るっていうところから写真をスタートしてるんです。だから今でも広角レンズが好きで得意っていうのはそこが理由の一つにあると思うんですけど、海外で養われた目で日本を改めて見ますと、例えばですけどまず光ですね。カナダの極地ってライトアップっていう考えなんかないので、ライトアップの催し物が日本で都道府県各地であるようなものがまずないです。それから森を見ますと、極地の森って本当細いんですよね。針葉樹にしても細いのばっかりなんですけど、日本は落葉広葉樹から針葉樹、それに古木大木何でも揃ってますので、気にしても被写体としては種類が多く、カナダって建国まで150年ぐらいなんですよ。ところが日本って1000年以上の木造建築物ですとか近代的なビルとか建物に関しても被写体としては豊富に揃ってます。で、飛行機は同じとしても、鉄道ですね。鉄道はカナダって大陸横断鉄道とあと都会で少し走ってるぐらいですが、日本ですと新幹線から地下鉄在来線まで様々な列車がありまして、中でも東北の方行きますと新幹線が田んぼの中走りますよね。そういうのも絵になりますし、一つ一つ見てますと海外で大きなところに住んでるのとはまた違って、こんな狭い国なのに被写体の宝庫だなという目で捉えてきました。
機材の話を先ほどお見せした作例からですね解説していきたいと思いますけども、まずは雪の写真です。白川郷で撮ったんですけど、左の写真が Z50mm に F1.8S で、右の写真は Z24-120mm F4S というレンズをつけて、どちらもですね SB5000 というニコンのスピードライトを装着して撮影したものです。どちらがいいか悪いかっていう写真ではなくて、左の 50mm の F1.8S という明るいレンズを使った時に、撮った写真を見てもらいますと、被写界深度が浅いのでボケの量が非常に大きいんですね。逆に右側の 24-120F4S というズームで撮った方の写真はですね、広角気味で撮ってますから映り込んでる雪の量が非常に多いんです。これはですねレンズの明るさの違いによってどういう写り方をするのかなという写真を作例として撮ってきました。次はですね Z24-120F4S で星の写真を撮ってみたところ、これです。これはですね1枚30秒のシャッタースピードで2時間分ぐらいを比較明合成してあります。240枚のうちの1枚をお見せしますと、これですね。でこれがですねどれほどの解像力があるのかというのを、特に周辺ですね、周辺画面の拡大したところを見ますと、星を撮る方は、ね、本当もうパッと見ると点で写ってるっていうのを気づきだと思うんですけど、星がですね蝶の形にならないんですよ。これちょっと旧式レンズと比較したのをお見せしますと、これはですね旧型のレンズ D シリーズ F マウントのレンズでして、 AFS20mm の単焦点で F1.8G というレンズ、それを 1.8 ではなくて少しだけ絞って撮影します。これは背景オーロラなんですけど、この矢印のところの星がですねよく見ると蝶みたいに映るんですよ。これは開放だともう少し大きな蝶になってきまして、もしもこの単焦点の 20mm1.8G っていう旧型のレンズを使いますと、これで星の軌跡を撮った場合周辺の星が全部大きくなってしまうんです。蝶々がこう連続して写っていきますので、先ほどの写真に戻りますと Z24-120F4S っていうズームで F4 のレンズなんですが、周辺までバッチリ点で写っています。星がちょっと動いてるんですが、これはですねレンズのせいではなくって、1枚あたり30秒っていう露光時間をかけてますので、30秒間に実際星って動いてるんですよね。だから全部同じ形になってると思うんですけど、30秒間で動いた幅が写真に写っているということです。続きまして Z レンズの機能としてフォーカスブリージングっていう機能があります。これは何かと言いますと、動画撮影する方にはこれはもう必須と言っていいぐらいの機能になってくるんですが、フォーカスリングを回しピント位置をずらした時に画角が変わってしまう現象っていうのがあるんですよ。これをですねこの Z シリーズのレンズはほとんど抑えられています。動画でいうシネマ系レンズっぽい作りになっているところです。で作例はですね、こちらになるんですけども、雪が舞うところ、これをですねZ9 に Z7200F2.8VRS というレンズに、さらに ZTC2 倍のテレコンバーターをつけて撮影しています。もちろんテレコンバーターをつけてもこのフォーカスブリージング機能が効いてますので画角が全く変わらないですよ。これをフォーカスブリージング機能と言います。これは Z レンズほとんどの Z レンズに搭載されてますので、Z レンズって静止画用だけではなくて動画用にも開発されたレンズになります。風景撮影で使える Z9 の機能をご紹介したいんですけども、まずは、これはですね星を撮る方とか夜景とか真っ暗なところ撮る方には非常に便利な機能がつきまして、Z9、Z9 では星のピント合わせが誰でもできるようになったんですよ。
今まで星のピント合わせって D シリーズでも Z7-2 でもでも Z6-2 でもちょっと練習が必要だったんですけど、 Z9 はですね、これはもうやり方さえ教えれば小学生の星にピント合わすことができます。これが何ていう機能かというと、スターライトビューっていう機能ですね。でメニューの D9 っていう項目にスターライトビュー、かっこ静止画 LV かっこっていうモードがありますので、こちらをオンにすればどうなるかっていうと、この画面のようにこれ今1600の20秒とかかなり明るく強いにしててもなかなか画面で見えにくいところを、スターライトビューをオンにしますと一気にこう肉眼では見えてないぐらい明るくなるんです。そして星のピント合わせするときにですね、画面を拡大しまして、まずちょっと一旦わざとピントをずらしてみます。このボケたオリオン座を見ながらマニュアルフォーカス、手でピント位置をこう変えていきますと、拡大していて星がはっきり見えてますから、もうピント合わせが本当に楽で、間違うことなくピントがずれているとか、ね、そういう問題もなく簡単に合わせれる機能になりました。はい、そのね、星を撮るときにさらにこれはちょっとびっくりした機能の一つなんですけど、真っ暗なところで明るいものを見ると目がやられてしまうんですよ。で、たとえそのカメラの液晶モニターも同じで、真っ暗なところを撮っているのにカメラの液晶モニターをパッとつけると目が本当眩しくなって、その後数分、まあ、数十秒周りがあんまりよく見えなくなることがあるんです。これを防止するためにですね、今度は、赤色画面表示機能っていうのが Z9 に搭載されました。これどういうのかというと、こちらはですね、赤色画面表示機能メニューの D の10番ですね、またはI ボタンっていうのがありまして、撮影モードの時に I ボタンを押してここに赤色画面表示っていうのをすぐに切り替えれるようにしておけば、メニューから行かなくてもすぐに切り替えが可能です。そうするとこのように全ての文字が真っ赤っかになるんですよ。これは夜撮影するとき本当便利な機能ですので、もうカスタムメニューに入れてしまって夜の撮影モードに切り替えるとすぐにこのモードになるように設定してあります。液晶画面で真っ暗なところを光合わせをしようとしましても、画面のその四隅というか端がですね真っ黒で、どこが境界線かっていうのが過去分かんなかったんです。どういうことかっていうと、これちょっと今画面枠表示をしない状態で、液晶モニターをキャプチャーしたものなんですけど、画面のどこまでが画角かってこれ分かんないですよね。真っ暗なところでこうファインダーを覗きますと。そしてこれにですね、画面枠表示メニューの D14 番です、これをオンにしますとどうなるかっていうと、はい、ご覧の通り白枠が出てくるんですよ。そうすると真っ暗なところで、あ、画角の一番端がここなんだなっていうのがもう一目ではっきり分かるようになりましたので、これはまた非常に便利な機能が搭載されました。D シリーズに搭載されていましたボタンイルミネーションっていうのが Z9 でも復活しましたので、ご覧の通り真っ暗なところで各ボタンが光るようになっています。次はですね、ちょっと大きな機能で、これは風景撮影で特に動画をされる方に大躍進と言っていいぐらいの機能なんです。これが、Z9 ではカメラ内でログ撮影したものの録画できるんです。何がすごいかって、これこの Z7-2 の時だとログ撮影しようとしますと、これに大きなレコーダーをつけて、まあ、大きくなくてもいいんですけど、レコーダーをつけて、レコーダーに外部記録しかできなかったんですよ。カメラ内では、こちらログ撮影できなかったんですよ。ところが Z9 からは、カメラ内でログ撮影ができるようになりましたので、これはもう、本当に風景撮影しているときに機動力が大事な場面で、非常に役に立ちます。ここでも機動力が生かされているんですね。8K 撮影を先ほど の重たいモニターやらいろいろつけずに、カメラこの状態のままで
この新幹線を撮影してるんですけど、どういう状態かっていうと、向かってくる新幹線をこの歩道橋の上で回っていて、通った瞬間向きを変えてこう後ろを撮ってるんです。あのビデオ撮影で3ウェイ使わないなんてええって言われるかもしれませんけど、十分なり普通に簡単に撮れます。 8K 動画 あのメリットの一つに、例えば 8K 動画で撮影した魅力の一つとしまして、望遠レンズがなくても望遠風になります。でまた三脚をこう重たいヘッドの三脚でですね、こう振らなくても動きのある動画になる。作例を見せしますと、カメラをこう横に振ってるように見えますよ。これ実は振ってるんではなくて、実際のパソコン上での画面ってこう見えてますね。 8K で撮った映像、 4K というのは 3840×1160 なんですから、この青い部分だけをトリミングをしてこうやって動かしてるだけなんですよ。それで、現在このセミナーで 4K でお見せしているということです。 8K 撮影をしておいて、静止画を切り出しっていうのをカメラでできるんですよね。これはログ撮影とかプロレスローっていうモードで撮っててはできなくて、ログ撮影以外、プロレスロー撮影以外で撮っていれば、動画で 8K を撮っていて、静止画で、あ、ここ動画で撮っておきたいけど静止画も途中で欲しいけど、静止画を撮るときに動画を途中で録画をやめて静止画を撮ってまた録画に戻るとおかしくなるので、録画で撮っておいて静止画で切り出すということも可能です。解像度はですね、書いておきましたけども 7680×4320、 約3300万画素で書き出しが可能です。これはカメラ内でできますので、カメラの動画の再生モードにして、再生をしているところで一時停止します、ね、一時停止をして i ボタンを押せば、切り出せます。ですから3秒もあれば切り出せると思います。 Z9 って本当いろんな機能がつきまして、もう説明書がね900ページあるんですよ。で実はほとんど読みました。これ新しい機能は何がついたかなって誰もね教えてくれないんですよ。買ったところで教えてくれるかっていうと教えてくれないでしょ。だから自分で勉強しないといけないんですけど、900ページあるので新幹線の移動中とかマスク2枚ぐらいしながらもう誰とも喋らず黙読ですね。本当Z9 も説明書全部読みましたので、もしも Z9 を買ってあんな900ページの説明書を読むのが嫌だっていう方は谷門写真教室に来ていただくと教えてあげますので、はい。でまたねついた機能がありましてね、ホワイトバランス、これはロー撮影する方はあんまり気にされなかったかもしれない機能なんです実は。ところがロー撮影する方もちょっと気にかけていただくと便利な機能がつきましたんで紹介させていただきますと、ホワイトバランス、自然光オートの横に数字が出てくるんですよ。オートなので、これはカメラの AI がこの風景だと5730ですよ、記してくれてるんですよ。これは今後老現像するときにパソコン上でその数字を合わせるのに非常に役に立つんです。これが全て正しいとは限らないんですけど、この数値を参考に老現像できますので、これ非常に便利な機能です。雪のね白さってホワイトバランスをオートで出すの難しいんじゃないかなと思うんですけど、この太陽がギラギラ照りつける真っ白の雪を本当見た目に近く再現しているのが Z9 の自然光オートの力で、これはもう人間の目よりももしかしたら優れている知能がこのカメラに入っているかもしれません。もう一つあるんですよ、 Z9 の便利な機能っていうのがですね、カナダの極地に住んでるって話をしましたけど、こういうやっぱり雪国で撮影してますとね、どうしてもグローブをしながら撮影をしていて、もうタッチパネルが本当反応悪いなと思ったこともあったんですが、実は Z9 にグローブモードってあるんですよ。これがセットアップメニューの中にあります。セットアップメニューからタッチ操作っていうのがあるんですよ。タッチ操作からグローブモード、これをオンにしていただきますと、なんとタッチパネルが本当スムーズに
もうちょっと触るとすぐに反応するぐらいタッチパネルが動きます。ではですね、最後に最初の動画で、僕が住んでいるカナダ極地ユーコン準州の夏の映像とか写真を少しだけお見せしましたけども、最後に、ユーコン準州で撮った作品ですね、こちらをお見せしたいと思います。ちょっと舞台裏もお見せしようと思いますので、最初の 2,3 分でどういうところでどうカメラをパッとセットしてどう撮ってるかっていうのを、交えてお見せして、最後はタイムラプスの動画もお見せしながら、これで映像を最後にさせていただきたいと思います。
風景撮影って静止画も動画も映画とかドラマと違って NG が許されない世界なんですよね。でその世界で極限と言われるほどの地域で何年も撮影してきた経験から、今回 Z9 を持って思ったのは、この Z7-2 とか Z6-2 からの、 改善期ではなくって全く別物 の、 革命期だと思いました。でニコンの F3 が、当時1980年代に NASA と共に月へ行ったと思うんですけど、この Z9 も宇宙へ行く気がしてます。そうですね、今回の映像の中でも数ある革命されたこの Z9 のポイントをいくつか紹介させていただいたんですけども、バッテリーが大きくなったので寒冷地で余裕で撮れるっていうことはもう説明するまでもないと思うんですけど、特に真っ暗の中で星とか夜景、それにオーロラが舞う地域で、肉眼で見えなかった構図まで決めることができて、で極地の白夜というシーズンがあるんです。太陽が24時間落ちないという夏、それから逆に暗夜という太陽が24時間全く昇ってこないという真っ暗な冬のシーズン、地球上いつどこにいてもこのファインダーを覗くたびに新たな発想とかひらめきを持って撮影に挑めることができるんじゃないかというふうに実感しました。今回時間の範囲内で話したことをただ聞いていただいて終わりではなくって、初心者でも星さえ簡単に撮れるというこの革命期の Z9、 それから誰がどこへ行っても何でも撮れるというこの Z7-2 をはじめ Z6-2 とか Z5、 Z50、 Z50 です、ね、それから ZFC といろいろ揃ってますので、ぜひこの Z シリーズを認めるだけではなくって、ご自身で触っていただいて新たなひらめきとか発想を体験していただければと思ってます。最後に視聴者の方ですか、コロナが始まってプロの写真家とか映像関連の人々だけじゃなくって趣味で写真やられている方も我慢の3年目となったと思います。でそろそろウイルスの予防とか付き合い方が分かってきたかと思うんですよ、ね、でこれから風景写真が好きな人だけじゃなくってあらゆる人を魅了する年に一度の桜のシーズンになります。ぜひ黙撮のおともにシャッターがなくこの無音の Z9、 またはシャッターがあってもサイレントモードで無音となる Z シリーズ、これらを持ってですね、静かに桜撮影に黙撮に出てみてはいかがでしょうか。桜は旅に出なくても全都道府県に必ずありますので家の近所にも咲いていると思います。昨シーズンはですね、カナダのバンクーバーというところでキャンピングカーで生活してましたんで、バンクーバーの桜を数枚お見せして終わりにしたいと思います。